ストックスキーストックは、スキーで滑走する際にバランスを保持したり、加速したりするために用いる杖。ドイツ語、ストックは、杖を意味する。近年では、英語での故障であるポールや、スキーポールといった語が日本語でも使われるようになっている。ストラップのついた、グリップストックは日本で一体となっており、それぞれの手に一本ずつ持つ。握りの部分にはストラップがついており、これに手首を通して、 ストックを握る。ストラップのないものもあり、ウィングロックなどと呼ばれるガードのようなもので手首に固定するものもある。ストックの先端付近にはバスケットあるいはリングと呼ばれる円盤状のものがついており、これによってストックが雪の中に沈み込むのを防いでいる。身行きを滑走することを主としたストックは大きなリングが使用される。グリップとリングの間の部分をシャフトと呼び、 先端にはアイスバーンなど硬い雪面でも刺さるように、石突きと呼ばれる金属製のパーツが付く。近年はシャフトが二重構造になっていて、上部のシャフトの中に下部のシャフトが収納でき、長さを調節できるタイプも増えている。初中級スキーヤーがレジャースポーツとして楽しむ場合、リフト上校上において体を前進させるための手がかりや、 待機時にバランスを取る杖がありという認識が多い。しかしストックは、スキースクールにおいて、一般的に教わるターン指導のきっかけを作る、ストックアーク以外に、左右前後のバランスを取るために、重要な役割を果たしている。簡単に言うと、矢印の左右の腕の役割をストックが担っており、ストックを握っている手の位置によって、前後のポジショニングがほぼ決まると言える。 特にコブ斜面でのバランスはストックによる影響が大きいためストック自体のバランス、振りやすさ及び長さが重要なポイントとなるが上級者はさらなるバランス感覚を磨くために相手コブ斜面をノーストックで滑ることがある。また山スキーやクロスカントリーでは新設での歩行が伴うためバスケットも比較的大きい。新設で転倒してストックをついても潜ってしまい。 立ち上がれない場合には、ストックを手から外して形に、クロスさせて雪面に置き、雪面からの支持力を高めて、クロスしたストックの中心に手をついて立ち上がる手段がある。素材としては、レース用では高張力アルミが使用され、一般、デモ用のストックではカーボンが使用されることが多い。1980年代までは、アルミ製とグラスファイバー製が主流であり、 重い重量と耐久性に欠点があった。1990年代中盤に、釣具メーカーの大和製功より世界で初めて、高密度カーボン製のストックが発売されると、その軽さと曲がりにくい耐久性により、世界中のメーカーが追随し、普及が加速した。カーボンは、アルミと比べて、軽量で細く成形しやすい一方で、レースなどハードな仕様には向かないと思われていた。しかし、 細く空気抵抗が少なく振り出しやすいため、高速系のアルペン競技や基礎スキー大会に使う選手が多数出てきた。転倒などで衝撃を受けた際には、アルミは折れにくいが曲がりやすく、カーボンは曲がることはないが折れやすいといった相反する特性がある。長さを調節できる二重構造タイプのものでは、上部がアルミ、下部がカーボン製のものなどもある。 日本国内の大まかな実製価格としては安価で重いアルミストックでは3000円程度、レース用の最高級品では3万円を超えることもある。ストックはスキーの滑走目的や競技内容などによってその長さや形状が異なる。スキージャンプやスキーボードではストックは使用しない。アルペンスキーの基礎スキーで一般に適切とされるストックの長さは平面な床に素足で立った時に ストックのリングから石突きまでの部分を持って、グリップを手の真下の床に垂直についたとき、腕が直角になっている状態の長さが良いとされている。ただし、工述する伸縮可能なストックを使い、状況に合わせて長さを変えることもある。シャフトが伸縮可能なストックもあり、山スキーやテレマークスキーでは携帯する目的で以前からよく使われているが、最近では、 アルペンスキーの基礎スキーでも使われるようになってきていて、子供の成長に合わせた長さ調節、滑走姿勢の矯正、整地斜面と不整地斜面で、ストックの長さを使い分けるなどの目的で使われている。コブのある斜面を格好するモーグルでは、コブの頂点と溝という高低差のあるところを滑るため、溝に入った時コブの頂点についたストックを谷側に、スムーズに反せるように特に短くなっている。 グリップにガードをつけたストック。バスケットは小さい。アルペンスキーの競技では、スタート時のスケーティングなどでストックをつきながら助走。加速するのに使われるので、多少長めのものが使用される。その中で、格好やスーパー大回転のように高速滑走が行われるスキー競技では、前方に鏡込んでストックのシャフトを体に沿わせ、石突きを後方に突き出すクロージング姿勢を取るため、 脇に抱えやすいように体型に合わせて、シャフトが屈曲したストックが用いられる。一方で回転では手やシャフトでポールを倒すので、グリップにプロテクタを取り付けたストックを使用する。競技用バーンは、水や竜暗、塩刈り等の凝固剤の散布によって、スケートリンクのように硬いアイスバーンとなるため、ストックの石づきは鋭利で、硬質となっている。競技用に使われる。 ストックのバスケットは主に空気抵抗現象を目的として非常に小さいものが装着され特に高速系競技に使われるものは空気抵抗がシビアになるために円錐型やピンポン玉形状としてバスケットと呼ぶのが難しいものがついていることもあるクロスカントリースキーでは平らな説明をつきながら進むため背中などへの負担を軽くするために長いストックが使われる参考資料 日本スキー協定、安全編、P140、山和渓谷社館、ISBN 978から4から635460224より、ありがとうございます。